では時間になりましたので始めたいと思います、シビックテックオンラインアカデミー第4回になります、よろしくお願いします。パチパチ、はい、オンライン配信ですので皆さんの拍手は心の中でしか聞こえないですけれども、始めてまいりたいと思います、シビックテックにまつわるいろんな話を、オンラインで配信するオンラインアカデミーということで、今日のゲストは下山さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あとで、自己紹介も兼ねてちょっと10分ぐらいお話しいただくんですけれども、今日のテーマは、EBPM というテーマになっています、エビデンスベースドポリシーメイキングというですね、何やら難しい言葉ですけれども、証拠に基づいた政策決定をするということで、それについてですね、お話をいただきたいなというふうに思っています、まずはですね、下山さんから、自己紹介も兼ねて10分ぐらいレクチャーをいただいてから、いろいろ質問に入っていきたいなというふうに思っております。それでは、早速ですけれども下山さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、私は今一般社団法人リンクデータというところでオープンデータの推進を進めていたり、あとはデータ活用をいろんな分野で進めてほしいと、データフル活用社会になってほしいということで活動しております。はい、はい、あとはすごい、何年ぐらいずっとそういう活動してるんでしたっけ。ですね、オープンデータを専門としてからはどのくらいでしょう、4年か5年くらいですかね。そんなにオープンデータに入ってからは長くないんですけれども、リンクデータの方はどれぐらいなんですか。リンクデータが2014年設立なので、もうすぐ5年ぐらいですか、ね、もうすぐ5年ですね、はいはい、もうデータに関してはいろいろやってきたよと、自称データマニアを名乗っています楽しみですね。もともと関さんと出会った頃は理化学研究所にいた頃でしたね、そうでしたね、はい、もともとの専門は生物学で、もう全然プログラミングもやらないような分野で、実験系の生物学だったんですね。魚の体内リズムの研究とかをしてまして。魚の体内リズム、はい、それはそれで興味深いですね。結構面白いんですよね、生物って体内リズム24時間ぴったりになってないっていうのがありまして、その生物、人間も実は25時間なんですよね。ほう。で、なんで24時間で合ってくるかっていうと、朝起きた時に光をこう浴びることで、その光の信号が目から入ることでちゃんと24時間リセットされるっていう機構があるんです、でそういうちょっと面白い生物の仕組みがありまして、そのあたりをこう遺伝子レベルで調べていたという経緯がありました。なるほど、そんなことやってたんですね。はい、もともとはそんなことをしてました。はいで、現在はもともと理化学研究所でそのデータをどうやって研究データを共有していこうかとか、もっと研究者間もそうですし、あと社会側にもどうやってデータを共有してもっと使ってもらえるかっていうあたりで、ちょっとデータを標準形式に変換して公開するっていう仕組みを作ってたんですけれども、その中でこうオープンデータの方面でもちょっと作ったサービスが使っていただけるようになったので、そこでちょっと何でしょうね、こう別団体を立ち上げて、リンクデータとして活動しているっていう、そういうな経緯になりますね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ早速レクチャーの方をちょっとお願いできますか。そうですね、はい、今日の、テーマの EBPM なんですけれども、そもそもエビデンスっていうと皆さん何を思い浮かべますかね。こう証拠っていうとこう刑事事件の証拠だったりとか、はい、何でしょうね、日本語訳すると根拠なんですけれども、これ特に科学的な根拠っていうふうに訳すのが正しいかなと思うんですね。そうすると科学的って何だろうっていうことになると思うんですけど、科学ってその再現性を保証する役目が一番大きいと思ってるんですね、はい、でその再現性っていうのは特定の要素と特定の条件が組み合わされたときに必ずこれが起こるっていうものをこう、なんでしょうね、それをこう示していくようなことになるんですけれども、例えば、水は100度で沸騰しますよね、これは水の温度 の、 その設定というか定義として沸点を100度と
決めたっていう温度の設定としてそう決めたところがあるんですけれども、まあ、それが例えば山の上に行くともうちょっと低い80度ぐらいで沸騰したりしますよね、はい、でその気圧が下がることによって水の沸騰する温度が下がるとか、まあ、特定の条件の時には誰がやってもそれも同じですよね、はい、私がやった時と関さんがやった時で違うっていうことはないですよね。水が100度以外の温度で沸騰するっていうこと、うん、まあ、そんな感じでその科学って再現性をこう示していくような役割を持っていて、でそうすると科学的な根拠っていうとその特定の要素と特定の条件が組み合わされた時にそれが必ず確実に起こるっていうことを、まあ、保証できる必要があるんですよね、はいはい、でそのためにそのEBPM というのはそういった科学的な根拠を政策立案の分野でもちゃんと取り入れていこうという話なんですね。なるほど、はい、そうですね。でこの辺からちょっと画面共有をしながらご説明をしたいと思うんですけれども、はい、ですね、政策分野でその科学的な根拠を示そうと思った時に難しいのがですね、結構施策よく実施してその実施前後でこれだけ例えばある指標が大きくなったので効果がありましたとかそういうふうに言われることありますよね、はい、例えばオレオレ詐欺を減らすためにチラシを配ってその地域での詐欺が減りましたとかいうときに、うん、まあ、本当にそのチラシを配った効果があったのか、うんうん、それとも例えばそこでの犯罪グループが単純に一斉摘発されたから減っただけとか、うん、他の要素の影響が排除できないっていう部分があるんですよね、うん、でそうするとこの、まあ、ビフォーアフターデータでだけだと根拠としては弱いっていうことになってくるんですよね、うん、特にですねちょっと戻りつつと、そうですね、よく私データ分析の解説とかするときに説明している内容でこの相関があれば必ず因果関係があるかとそうじゃないっていう例をよく説明をしているんですよね、まあ、これ、まあ、こちらにいらっしゃる皆さんなら知っていることだと思うんですけれども念のためちょっとおさらいしていくと、まあ、相関っていうのはこの2つの事象が密接に関わっていて一方が変化するとそれに連れて他方も変化するっていうようなものですよね、まあ、それで一方が大きくなるともう一個が大きくなるのが正の相関でもう一個大きくなるともう一個小さくなるっていうのが負の相関ですね、うん、まあ、よくあるのがアイスクリームの売り上げと気温の関係とかで気温が高くなるほどアイスクリームの売り上げが増えるとかあります、はい、それが正の相関で、うん、まあ、例えばあとは負の相関の例だと気温が低くなるほどホット飲料の売り上げが増えるとか、うんうん、それがまあ負の相関としてよく出てくるやつですね、うんうん、ともあるんですけれどもこれでちょっと相関分析で気をつけなきゃいけないのがですね例えばこういう例があるんですよね。このアイスクリームの売り上げと出来死者の数に相関があったと、うんうん、でアイスクリームの売り上げ増えているときに溺れる人も増えている。そうすると、うん、アイスが売れることで出来死者が増えているのかとかいう議論になってしまうんですけれども、はい、これはそうではなくて、うんうん、共通の要因として気温の上昇というものがあったので、うんうん、相関が出てくるというパターンなんですよね。でこれが、まあ、この例だと明らかなので、うんうん、まさかそんな極端に結びつける人いないと思うんですけど因果関係を、うんうん、ただ政策の分野ではよくこういうことがあってそのじゃあアイスは危険な食べ物だから禁止すべきだみたいなそういう極端な議論になってしまうことがある。で他にもですねこの、まあ、因果関係が相関があっても因果関係がないケースってたくさんあるのでちょっと4パターンぐらいちょっと解説していくとですね、はい、まあ、この今のアイスクリームのパターンこれが共通要因がある交絡と呼ばれるパターンですね、うんうん、A と B の間に直接的な関係がないのにその別の要素 C が影響を与えているという状態 で、うんうん、でこれ、まあ、例としてもう一個挙げるとコーヒーを飲む量と心筋梗塞の発症率というものに正の相関があったんですね、はい、でそうするとコーヒーをたくさん飲む人は心筋梗塞になりやすいのかとか思ってしまうんですけれども、うん、そうではなくてこれなんか共通の要因って思いつきそうですか？
コーヒーと心筋梗塞。これ実はですね、はい、このコーヒーをよく飲む人、そういう習慣もあったっていうことで、で、ここで、はい、あの相関が出てしまうっていうパターンなんですよね。はい、実際の原因は喫煙だったのに、うん、コーヒーをよく飲むことと喫煙っていう習慣に、あの一緒にセットで行っている人が多かったということ、はいはいはい、っていうこともあるんですよね。でこれが一つ気をつけるパターンで、あと、まあ、4つある中の2つ目なんですけれども、うん、まあ、因果関係の方向は逆っていう場合もあるんですよね。でこの相関分析をするときって時間の前後関係が見えないので、はい、あのどっち、あの実は A によって B が起こされると思っていたら逆だったっていうパターンがあるんです。これも実際の例を見てみると、まあ、これは結構あの明らかな例だと思うんですけども、まあ、事故の発生件数と注意喚起の看板の設置数には線の相関があると。で、まあ、さすがに看板を設置したことで事故が発生するようになったとは考えないと思うんですよね。ただ相関分析ではどちらの可能性も出てくる、まあ、こういうパターンもありますと。なるほど、はい、そして3つ目なんですけれども、これちょっと説明なかなか難しいんですが、あのあらかじめ分析対象がこう偏った形で選ばれちゃってたっていうパターンですね、うんうん、でこれはですねよく出てくる例としては、あの試験で実技試験と学力試験 の、 あのペーパーテスト の、 その合算点で合否判定が出るとかいう場合あると思うんですけれども、はい、その場合に合格者の実技の点数と学力試験の点数でこう相関分析をすると負の相関が出るっていうパターンがあるんです。でこれはあらかじめ合格者っていうふうにその全体のデータから一部だけ選ばれてしまってるので、実際の相関はなくても相関が出てし、あ、実際の因果関係なくても相関が出てしまうっていうパターンがあります。なるほど、はい、そして4つ目がですね、あの全く偶然っていうのもあるんですでこれも面白い例がありまして、あのプールにおける溺死者数とニコラス・ケイジの映画出演数に結構線の相関ばっちり出るっていう例がありまして、はい、ニコラス・ケイジ映画にいっぱい出ると人が死ぬとかそんなことになるはずないので、そうですね、はい、というまあ偶然出てしまう場合もあるので、なのでこのビフォーアフターデータだけでその施策の効果を言うのは難しいということになるんです。なるほど、はい、でそうするとですね、じゃあこの他の影響 の、 あの他の要因を排除することができないかっていうふうに発想がいくと思うんです、はい、でそうすると実はあの手法として今効果的だと言われているのがこのランダム化比較試験というものですね、はい、でこれはですね、あの皆さんも理科の実験とかでやったことあるかなと思うんですけれども、うん、こう実際に何か効果を調べたいものと、うん、あとは何もその、こう、その、何でしょう、処置を行わない群、その2つ用意して実験群と対象群を用意して、うん、それでその結果指標を比べてみて差があったら効果があったと言えるという方法ですね。なるほど、はい、でこれはですね、もともと臨床医療の分野で使われていた方法 で、 でこれが EBPM の、 あの、うん、施策のもとにもここ医療での治験って生かされているんですね、うんうんうん、これも医療で治験とかを行うとき、新しい薬の効果を確かめるときとかによく使われている手法 で、 でこれポイントはこの対象をランダムにグルーピングすることで、うん、この処置を行ったか行わないかの差だけがうまく見れるようになるんですよね、うん、他の要素を統計的にこう均一にできるという効果がありまして、うんうんうん、でこれでこの差を比較することで実際に効果があったと言えると。なるほど、効果があるかないかを入れるってことなんです、うんうんうん、これもちょっと具体例がですね、かな、あ、そうですね、ちょっとこれは一回飛ばしまして、具体的に RCT ってまあ、ランダム化比較試験ですね、これ行われた例としては国内でもあるんですけれども、この葉山町で
放置ごみを削減するという施策がこう行われたんですね。これの実証実験の例なんですけれども、葉山町って日本で3番目にゼロウェイスト政策というものが実施されて、ただその資源のゴミの回収ステーションで放置ゴミが減らないっていう問題があったんですね。でそこで2つ施策を考えて、それぞれの効果を比較するためにこのランダム化比較試験を作ったんです。実証したと。でここで行われたのは対象のステーション160箇所についてそれぞれランダムにグルーピング化して、50数個ぐらいずつに分けて、で一つのグループはチラシを配布するという対策をしたと、二つ目のグループは看板を掲載するという対策を行ったと、で三つ目のグループでは対策をしないっていうふうに実施したんですね。なるほど。でそうすると対策1のチラシ配布と対策なしのグループでは特に放置ごみの数に差はなかったんですね。ただその対策2と対策2の看板を掲載するっていう施策を行ったグループと対策なしのグループで比較すると、看板を掲載した方が 15% の放置ごみを多く削減できたということで、これを全庁展開したという、はい、そんな結果があったんですね。ここでですね、元の報告資料をちょっと見ていくとですね、実際、ここの資料の、黄色い看板あると思うんですけど、こんな感じで今日の収集は終了しましたっていう感じで掲載をするという施策だったんですね。でそうすると対策なしに比べて放置ごみの発生率がこう 15% 削減できたということで、このランダム化比較試験のいいところは結果を見て分かりやすいんですよね、はい、それも一つメリットであるんですね。であとはですね、いいなと思ったのがこの葉山町の担当の方のコメントもあるんですけれども、はい、これまで実証試験やってもあの地区には、あの人がいるからとか、なんか俗人的な要素がどうしてもそれでも排除できなかったと。でただこの今回みたいに科学的な根拠として示すと、そうすると全庁的な展開もやりやすかったっていう効果があったんですよね、はい、このような形でですね、施策によってはこのランダム化比較試験を取り入れてみるっていうのは一つ、ちゃんと根拠として強いものが作れるということになります。でちなみに今出しているスライドはですね、はい、エビデンスにもその確からしさとか、そのエビデンスとしての強さにレベルがありまして、でこれがもともとはエビデンスに基づく医療 EBM っていうものから出てきてる階層なんですけど、で、これの 1A1B に位置づけられているのが、ランダム化比較試験ですね。この 1A で書いてあるのはメタアナリシスって書いてあるんですけれども、複数のランダム化比較試験が行われてその実証されたものほど、エビデンスレベルとして一番高いということになるんですよね。でちなみに先ほどのビフォーアフターだけのデータはここの階層でいうと、3番目に当たりますね。このブルーの3番に当たります、結構下の方なんですね。はい、エビデンスあってもそのレベル分けというものがあるので、それをちょっとエビデンスとして本当に強いかっていうのは意識しなきゃいけないということになりますね。特に4番目一番低いとされているのが専門家の報告や権威者の見解、はい、なるほど。ただ実際は結構それがまかり通ってしまう部分は多いですよね、何々先生が言ってたからとか、何々さんが言ってるからきっと確かだとか、はい、でデータが上がってきたからといってそれが全部エビデンスとして使えるかというと、実はそのどうやってデータが取られたかとか、その性質によってそのエビデンスとしては強さが違うので、それはちょっと意識していく必要があるということになりますね、はい、ですね。そうしたら一旦もう10分ぐらい経っちゃいましたね。はい、はい、
で、あとはちょっと話の流れでいくつか資料をご紹介しながらっていう感じで進めてもよろしいでしょうかね。そうですね、はい、せっかくなんで皆さんもおりますし、はい、参加されている皆さん、今日は今は何人かというと30人もいますね。ああ、すごい、たくさんいらっしゃいます。最高の参加者です。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。途中から入ってきた方もいらっしゃると思いますけれども、簡単に EBPM とは何かみたいな話と、その落ちやすい落とし穴というかビフォーアフターだけ、の比較で政策が正しいかどうかは言えるわけじゃないよというふうなことを、簡単に説明していただきました。あとエビデンスの強さには階層があるよというようなところまで、お話をいただいているというところです。はい、議事録簡単なメモをですね、HackMD の方に書いておりますので、後から遅れてきた方はそちらを見ていただいてもいいかなと思います。ちなみにですね、コメントで、ぜひですね、この Zoom のコメントの方からですね、ぜひ、質問とか感想とか、いただければ、随時拾ってまいりますのでよろしくお願いします。はい、で、ここにコメントが早速入ってます。あ、Facebook に質問コメントしますが大丈夫ですかとありますね。そちらにも確かにありましたね。はい。はい、すいません。こっちに書いていただいた方が、小口さん、すいません。こちらに書いていただいた方が、拾いやすいかもしれないです。ごめんなさい。先にこっちの、その、いけてる相互関係を出す際に、時間以外に比較するための軸ってありますかという質問があります。時間以外に比較。これは。それは実際にこう試してみてみたいなことですかね。以外にってことですかね。時間以外。ああ、なるほど。今出した例だと、その、モニタリングして、その、施策の効果を、その一定期間を置いたときにゴミが減るか減らないかみたいなところで見たということで、時間ということですかね。うん、ですね。ですかね。はい。ビフォーアフターとか。うんうん、そうですね。他のそのランダム化比較試験が行われた例だと、ですね。アメリカが EBPM すごく進んでまして、もともと EBPM という言葉もアメリカから出てきたんですが、そこの例でですね、資料あったかな、節電をしてもらうにはどんな方法が一番こう効果的かというところでですね、やった事例があるんですよね。これも結局時間軸というか、一定期間でその施策を実施してその上で効果を見るということにはなるんですけれども、これちょっと面白い事例なので少し資料をまたお見せしますね。そうか、デスクトップにすればこのままいけるんですね。これで今、なんか、米国事例、見てますか、ね、NLB レポート。はい。で、はい、結果から言うとですね、一番効果が高かったのが、お隣はこんなに節電してますよっていうレポートを示すことだったと。なるほど。はい。はい、で、どんなことが行われたかというと、いろんな形でこう節電をしてもらうための方法として、レポートでその周囲の世帯のエネルギー消費量と比較をこう出すっていう方法と、あとは純粋に節電をお願いするとか、環境に配慮しましょうとか、この辺から。はい、こんな感じで4つぐらいちょっと言い方を変えてみたんですよね。で、その中で一番効果があったのが、ご近所さんがすでにやっていますっていう言い方で、レポートを送るという手法だったと。はい、これもですね、レポートの中にはかなりその行動学的な知見が生かされていて、よくですね、その周囲との比較で、もちろん
周囲よりも節電できてないってなったら焦って節電すると思うんですけれども、うん、その節電周囲よりもできているって言ってしまうと、そうするとじゃあもうやんなくていいやっていうちょっと負の効果がありそうじゃないですか、はい、でそれを防ぐためにちゃんとあの何でしょうね、この社会的にどれぐらい あなたが節電することでどのぐらい全体的にあの何ドル削減できてるかとかですね、うん、その節電を継続しようとかさらに節電を頑張ろうって思わせるような、はい、行動学的な知見をかなり取り込んだ形になってたりするんです。うん、なるほど。ちょっとあの先ほどのご質問の回答からずれてしまったかもしれないですけど、はい、まあ、結局その RCT をやるには何かやってみないといけないっていうことですかね、うん、そうですね、はい、大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。ちょっと落とし、はい、はい、そうですね、あとはですね RCT、はい、特にエンジニアの皆さんには馴染みが あると思うのが AB テストにかなり近いんですよね。はい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 。で、AB テストってよくアプリとかサービス配信している場合に、うんうん、何か新しい機能を、まあ、配信したいときに、はいはい、こうちょっとユーザーをこうログイン ID とか、うんうん、あとは配信地域とかで変えて、でちょっと A パターンと B パターンをこう配信しておいて、どっちが例えば離脱率が高かったかとか、継続して商品の購入が高くなったかとか、それを見ていくような形なんですけれども、でそのあたりだと結構そのシビックテックの中でもやったことある方多いと思うんですよね。うん、そうですね。なので一番取りやすいのは例えば行政の公式サイトを何か新しい機能をつけるとか、でそういう時にちゃんと AB テストを行って、それでうん、指標をちゃんと見たときに効果があったのでこちらの施策を使いますと。なるほど。そういうところから取り入れていくと分かりやすいんじゃないかなというのがありますね。確かに分かりました。もう一つ質問が来ていて、ランダム化比較試験は有用でどんどんやってほしいものだと思うのですが、使わない方がいい場合などあるのでしょうかと。そうですね、実際ちょっと、はい、向いているランダム化比較試験に向いている施策と向いてない施策ってあると思いまして、特にですね、ある程度こうモニタリングして見ていかないといけないので、うん、例えば効果がすぐに出ないような施策だと難しいかな、はいはい、例えばですね、これまでちょっと話題に出たのは子どもの貧困対策とかだと、はい、うん、だいぶちょっともう2、3年とかでもちょっと無理ですね、まあ、5年とかトラッキングしないといけなかったり、はいはいはい、まあ、あと健康とかもそうですよね、うんうんうん、実際に健康に効果があったかとかを見ていくにはかなり、まあ、期間を見なきゃいけなかったり、うんうん、そうするとちょっと行政の中の施策として RCT を取り入れるのはなかなか難しい場合があるので、うんうん、研究機関と協力するとか、あとはその、まあ、先ほどのエビデンスレベルの回想はあったんですけれども、うん、エビデンスレベルとしては低くても、うん、エビデンスがないよりははいはいはい、ずっといいの で、うん、でその、まあ、レベル感は意識しつつもその根拠はちゃんと出していくっていう考え方もありますよね、うんうん、そうですね、アメリカの事例でですね、また、まあ、アメリカの事例なんですけれども、はい、エビデンスレベルに応じて助成金を配分するっていうことが結構行われているんですね。ほう。でその階層性、はい、なんだっけな、まあ、要は例えばあるそうです、ね、子どもの教育のための、うん、まあ、教育効果が高い施策はどれかとかいうときに、まあ、いろいろ助成金の申請でいろんな団体から、まあ、申請が来るんですけれども、そのときにその施策の根拠としているそのエビデンスのレベルに応じて、うん、レベルが高いほど高い資金が配分されるっていう形で使われてたりするんです。ただそこの工夫としては必ずしも高いエビデンスでなくても税金を受けられるんですね、はい、階層があるので高いエビデンスが示せたもの用の助成金と、あとはエビデンスがなくても、うん、まあ、チャレンジしてみたい枠みたいな感じで、うん、なるほどなるほど、はい、
でそういうふうにやっぱりなかなか施策によってはエビデンスを示すことがそもそも難しいっていうのもあるので、うんうんうん、そういったところでもちゃんと拾えるようにというか、そういったチャレンジ枠も設けておくことで、これから高いエビデンスを出していくなり、うんうんうん、できるようにっていう配慮があったりしますね。なので必ずしもランダムか比較試験使わなきゃいけないというわけではないです。はい、はい、そうです、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、確かに効果がすぐに出ないようなものには向いてないよねということでしたね。はい、ありがとうございます。他にも皆さん質問などありましたらぜひお願いします。あと、そもそももともとあった、部分は、ここ、僕もすごい興味あるんですけど、そもそも複雑な社会において政策のエビデンスを示すなんて可能なのかっていう、下山さん自身がちょっと、そうですね、はい、はい、はい、そうなんですよね。それでちょっと、うん、エビデンスを示す方法としてっていう話で、うん、ランダム化比較試験の話をしたんですが、ね、はい、もともとあるデータをもとに考えるんじゃなくて、もう試してやってみるっていう方法があるよと。はい、そうですね、回として出していただいたってことですね、はい、ちなみにですね、はい、これなんでその複雑な社会の中にも適用できるかっていうところでですね、はい、ちょっとランダム化比較試験の詳しいちょっと話をちょっと1枚だけスライド説明させていただけますかね。はい、はい、ですね、こちらですね、ですね、これランダム化っていうのがすごく大きいポイントなんですよね。何でしょうね、例えば医学の分野だと、臨床医学の分野だと薬の効果を試すためによく使われるんですが、うん、結構いろんな工夫がされてまして、まず患者さんって結構年齢も性別もあと病気のステージもいろいろ違ってたりしますよね、はい、生活習慣とか、その中で全く同じ人って用意できればそれは実験できるんですけれども、それができないので、こう集団としてグループで分けた時に集団として性質が同じになっていればいいという考え方なんですよね。なるほど、はい、でそうすることで年齢とか生活習慣とかそういうものの影響を極力排除することができると。で特にですね、このスライドの4番の盲検化っていうものが結構重要で、はい、新薬の場合でも治験を受ける人はどっちが本当に、うん、実験群と対象群どっちかって分からないんですよね、うんうんうん、よくプラシーボ効果っていう話を聞くと思うんですけれども、はい、あれはもともと治験で使う偽薬、偽の薬って言って、うんうんうん、成分が実際入っていないものを飲むんですよね、うんうんうん、で薬を飲んだっていうこと自体でなんとなくこう治った気がしてしまうっていう効果を実際証明されていて、はいはい、でその効果を排除するために実際に飲むっていうことをするんですけれども、うんうん、でここで重要なのがそれを投薬するお医者さんも薬が偽薬か本物の薬かわからないんですよね。うん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 、これはうまく実験をデザインすることで実際に患者さんにこう飲ませる人がわからないようにしておくっていう工夫がされてまして、はいはい、そうしないと結構、計測するときでどうしても人の主観入ってしまうことあると思うんですよね、はいはい、この薬の効果があってほしいって思うとちょっとなんとなくこうお医者さんが飲ませるときに患者さんに声かけるときのちょっと態度を変えてしまったりとか、そういう可能性があるので、それで、盲検化という処理も行うと。なるほど。はい、じゃあ実際にやろうとしたときには、この4つは気をつけないと、はい、ちゃんとした結果じゃない場合が。そうですね。出ちゃうよと。はい。ここが、ランダム化比較試験に取り入れるときのポイントになりますね。はい。なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。あ、また何か来てますね。はい。他の質問が、政治的な背景とかで EBPM のふりして知らないうちに PBEM なるほど、ポリシーベースト、ポリシーベーストでエビデンスを作ると、はい、行政にありがちな状況になり得る気もすると
ということですね。どういうふうに進めるのがいいか、あの確かにここ重要な視点ですね、はい、どうやって進めるのが良いんでしょうかと。そうですね、はい、確かにあの、まあ、実際あのポリシーベースのもともとも結果があって、はい、それに都合のいいデータを持ってくるってまあできちゃうんですよね、うん、そうですね、はい、で実際にあの研究現場でもこういうことがないとは言い切れないんですよね、うんうん、予算を獲得したりとか、はい、あとまあいろんな組織内でのいろいろで、はい、まあ、私ももともと理系にいたのでいろいろありましたね、はい、まあ、そんなただあの、まあ、ここだから話しちゃうんですけど例 の、うん、そのスタップ細胞の事件も、うん、ある意味コミュニティとしては健全だったと思ってまして、うん、あの確かに、まあ、結果研究不正だったかどうかって、まあ、私はちょっと言い切れないんですが、ただ同じその科学コミュニティの中からちょっとデータがおかしいんじゃないかっていう声が上がって、それで検証の実験をする人たちも現れて、はい、それでその結果的に、まあ、論文取り下げることになったということで、はいはい、そのあれがもしそのまま論文が通ってしまって、うんうん、そうすると多分実際にじゃあ実証試験をやろうとか、うんうん、導入していこうとかでどんどん予算がついてっていうことになってたと思うんですよね、うん、はいはい、でそうなる前にちゃんと全体のサイエンティストのコミュニティとしてはちゃんと機能していた、うんうん、なるほど。で重要になったのがあの、まあ、論文ってちゃんとこういう材料とこういう手段を用いてこれを行ったところこうなりましたっていうものがあのこと細かに書いてあるので、はい、それで他の人も検証ができるんですよね、うんうん、なのであの検証可能にしておくというのが一つ方法としてあると思うんですね。なるほど、はい、で例えば、まあ、これ PBM かもなって思った時にあのちゃんとデータが示されていれば、うんうんうん、そのデータを検証することができるんですよね、はいはいはい、そうするとこれは明らかに偏っているんじゃないかとかこの手法では不十分なんじゃないかとか、なるほど、まあ、そういった視点で議論ができるはずなんですよね、うんうんうん、なのでそもそもその根拠とするデータを出してないときにはもうあの出させるしかないですね、うん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 、となるとあれですね、うん、自治体の中一つの閉じた自治体の中だけではなくてちゃんとそのそれを発表する場とか検証する横串のコミュニティみたいなそういったものが、うん、あれば、うんうん、あの、ある自治体でそのこう捏造みたいなことがあったとしても、ちゃんとこう比較検証することで、まあ、を検証することでその正しいか正しくないかっていうのを他の人の目線でも、うん、あの判定できるようになるよねっていうことですね、うん、そうですね、はい、そういった意味でもオープンデータはすごく重要な役割を果たすだろうと思ってます、うん、はいですね、特にですね最近ちょっと聞いた話ではあの製薬会社さんがこう、うん、まあ、最近こう製薬会社さんで MR さん、はい、薬の営業する人はですね、うん、薬を売るだけじゃなくて、うん、ちゃんと地域での医療の状況を分かっていて、はい、お医者さんにアドバイスできる必要があるっていうポジションになってきてるんですよね、うん、あ、なるほど。でその時にですねその自社データだけで今後この地域ではこんな状況になりますっていうと、うん、まあ、お前のところにすごいデータを出してるんじゃないかとか言われてしまうので、あ、なるほど。なのでオープンデータをあえて使いたいという話があります。お、そうすることでその公平性のあるみんなが手に入るデータなのでそれをもとにいろいろ議論ができると、うん、なるほど、すごく公平な議論ができる、はいはいはい、なんかあの先日データホライズンさんの話を聞きまして、うん、データホライズンさんも結構いろんなその薬のデータとかあと治療行為のデータとかあと病気のデータベースみたいなものをいっぱい集めて分析をして、うんうん、で医療費削減に貢献するみたいなことをやられていて、そういった話にも近いなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。で、実際にそのあの下山さんはあの、まあ、Code for Japan のデータアカデミーの、取り組みでもいろんな自治体に行ったりしてると思うんですけど、はい、実際その行政の中で実際に進めていくにあたって、どういうハードルがあると感じますか、もしくはハードルがないのか。そうですね、
今回ですね、今年度総務省の行政評価局の方のお仕事もちょっと受けておりまして、特に行政評価の部分で EBP も入れていこうっていうことをしたいそうなんですね、はい、ただまずデータが揃わない状況で、何を言ってるんだっていう感じがしてしまったなるほど、はい、でですね、まあ、結局その EDPM 進めようと思ったら、ちゃんと定量的な指標で対象をこう観測できないといけないわけですよね、はい、ですね、あの海外の事例だと過去の統計データを使ってうまくその RCT を行ったのと同等の状況のデータを持ってきて、それで根拠とするとかもできてるんですけれども、ただあの分析可能なデータの蓄積もないうちになかなかそれは難しいだろうと、なので、まあ、これからデータちゃんと、分析の用途を考えながらきちんと取っていくっていうことをする必要があります。で、まあ、そこから結構話をしていたりはするんですけれども、あともう一つはその定量的なデータで見るっていうところで、はい、定性的な部分はどう見ていけばいいのかっていう課題が出てくると思うんです、データアカデミーの中でも特に重要だと思っているのが、その定性的な効果は定量的な効果に分解して見ていくっていうもので、これもちょっと資料があるのでちょっとだけお見せしていいですか。ぜひ。ちょうどですね、あの加古川市さん の, けんあの、研修で、その指標をですね実際に作ってみようっていうのをやったんですよね、ですね、あ、画面共有しなかったですね。よく説明に使っているのがですね、東洋経済さんの住みよさランキングってありますよね、でこれあのよくデータを見ていくとですね、どうやって出しているのかなって見るとですね、なんかあの住みやすさっていうものを分解して見ていってるんですね。安心度とか利便度とか快適度とか、でそれをさらに分解していくと、それぞれ統計データでちゃんと定量化できるように作ってあるんですよ。でこの考え方はすごく重要だと思ってまして、でなんかあのよく住みやすさを測ろうっていうと、じゃあ市民満足度調査から取ってこようとか、まあ、アンケートでとかいう形になっちゃうんですけれども、そうじゃなくて、まあ、アンケートって結局答えてくれる人も偏ってしまうし、あとあのその人が毎回同じ答え方するとは限らないんですね。主観的なのですごく揺れが大きいと思うんですね、例えばあるニュースを見たときにそっちに引っ張られちゃうとかどうしてもあると思うんです、そうすると客観的な数で見ていきたいということになると思うので、そうなったときに住みやすさっていうものをあのいくつかの要素に分解していって、さらにデータと対応するレベルまで分解していくっていうやり方がいいと思うんですね。なるほど、はい、でそこでですね、加古川市さんで実際にやったのは、じゃあ安心安全を図る指標を作ろうということでですね、それで、まあ、最初にそうですね、まあこう、まあ、住みやすさだったら、まあ、いくつかの要素に分解できるので、今度じゃあ安心安全はどんな要素に分解できるかということで考えていただいた。でですね、最終的にデータを探して指標を計算してっていうことで、最後その加古川市内の各町域でちょっとランキングを作ってくださいっていう形にしたんですね、で、まあ、あの実際に指標をそれぞれのチームごとにそのどんな要素で安心安全度を定義するかっていうのを考えてもらって、でデータを探して計算をするところまでっていう感じでやっていただいたんですけども、結構あのチームによって違う要素で考え方、あの出てくるんですよね、何をもって安心安全とするかっていう。なるほど、なるほど、でそうするとですね、まあ、こういうあの、まあ、何をもって良い状態とするかっていうのはですね、あのすごく人間じゃないとできないところだと思うんですね、この、まあ、特にその職員の方、あの市役所の職員の方とか行政の方とか、もう地域についてよく知ってる方がその地域の良い状態は
どういうふうに定義できるかって考えていくことにつながるので、このその定性的な指標を定量的な指標に置き換えて考えていくってすごく重要な考え方かなと思ってます。なるほど、確かにそうですね。ここの部分を、うん、その市民とかと共有できるといいですよね。そうですね。住みやすさって皆さんにとっての住みやすさってどういうことですか、うんうん、はい、他にも子育てのしやすさとかですね、その起業のしやすさとか、うんうんうん、こういくつかあると思うんですけれども、はい、あの行政と一緒にその市民側としてもこういう状態がこういう状態を持って安心安全だと思うとかですね、ワークショップでやっていくとかもいいですよね、うんうん、そうですね。なんか各地のコード4のワークショップとしてもなんか良さそうな気がします。で、まだちょっとまだ時間ございます。皆さんも何か質問ありましたらぜひ、いろいろ聞いていただければと思いますが、実際あのまあそのランダムにいろいろ試すっていうのがすごく有効だというのも分かったんですけれども、まあでもいろいろデータとしてはビフォーアクターものも結構いろいろあるわけじゃないですか、うんうん、そういったものは EDPM の現場ではあんまり使わない方がいいんですか、それともなんか補足的には使った方がいいんですか。ですね、あのエビデンス確かにあの階層レベルがあるとは出したんですが、はい、あのないよりはあった方がずっといいですね、うん、ないよりはあった方がいい、はい、はい、そうですね、確かに、はい、あの確かにビフォーアフターデータだと、はい、他の影響の可能性を排除しきれないっていうところはあるんですけれども、はい、それでも実際に因果関係ある場合もあるの で、うん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 、でそのまず相関関係がありましたっていう事実だけでも、はい、じゃあそこから次にさらに実証実験をすればこれが証明できるとか、うん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 、あとはその性質によっては、まあ、根拠はまだちょっと取れてないけれども、はい、実際に施策としてやってみようっていう判断もあると思うんですね、うん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 、なのでそのエビデンスレベル低くても、うん、なよりはあった方がずっといいってことになります。あれですかね、その多分こう、段階があって、あの何かその最初は例えば直感とかで、うん、これをやった方がいいみたいなものとか有識者の意見とかで、から始まったとしても、それで実際にやる際にちゃんとデータを取って検証しようみたいな、うんうんうん、じゃあまずは最初は、ランダムにやってみようかとか、小さいとこ範囲でまず実験しようかみたいな、そういうふうにして、まあ、やりながらデータを取っていくみたいな考え方もあるんですかね、うん、そうですね、うん、あのこれまでに根拠がなくてもちゃんと施策を設計するときに、うん、じゃあどういう指標を取っていこうかとか、はい、どこで評価をしようかとかをちゃんと設計しておくことで、うん、後で軌道修正もできると思うんです、うん、はいはいはい、はい、で、じゃあその実行計画の立て方みたいなものもすごく重要ですね、うん、そうですね、はい、あの施策やった後だとデータ取れてないとかがあるので、うんうんうん、あの本当に実行計画の段階でじゃあどんな指標でこう、はい、効果を見ていくのかっていうのを入れていけるのがいいですよね、うんうん、はい、うん、この、まあ、企業活動とかでもそうですよね。あの最近のスタートアップとかもそうですけど、まあ、仮説を立てて、その仮説が正しいかどうかを言うにはどんなデータがあればいいのだろうかみたいなことをやって、まあ、それが取れる状況のシステムを同時に作り上げていくみたいな、うん、そうですね、はい、あのよく勘違いされているのが、うん、その EBPM 進めるということは、うん、まあ、経験や感を排除していくのかっていうふうに思われることもあるんですが、はいはい、うん、実際そうじゃないと思うんですね、うん、経験や感も結構大事で、はい、まあ、特にその仮説を立てる段階で当たりをつけるためにはやっぱり経験や感があるほど、うん、あのいい仮説が立てられたりすると思うんですね、うんうんうん、ただ思い込みの部分もあるので実際データで検証していくっていうのが必要になると、うんうん、そういう考え方なので、あの、うん、まあ、データアカデミーでもよく言っているんですが、はい、あのまあ、チームで分析できるといいねっていう話なんですよね、はいはいはい、その実際その施策担当者の方とか、うん、まあ、その現場に詳しい方とかもチームにいて、うん、でさらにその分析ができたり、はい、分析の設計ができたりっていう方も一緒にいることで、う
はいはい、なんかどっちか一方だとちょっとうまく機能しなかったりしますよね。よくデータ分析、データサイエンティストの人が一番困るパターンとして、はいはい、データ取ったからここから何か見つけてくださいってボンって渡されるっていうパターン。なるほど、はい、でそこだと何の仮説もこのデータをどう使いたいかもわからないと提案しようがないとか、うんうんうん、闇雲に掘って何かがわかるわけじゃないんですよ、うんうんうん、そうするとちゃんとチームとして現場の知識もあってっていう方もいないと、はい、良い仮説が立てられないので、良い仮説がないとその分析結果も使えないものになってしまう、うん、なるほど、ね、あ、なんかご質問ちょっと質問来てますか、ごめんなさい、これかな、EBPM は今までの例だと事業ごとに RCT を行うような形が理想かと思うのですが、全事業を対象にするのは難しいと思います、うん、どう整理していくのがいいですかねということですね、はい、そうですね、はい、多分先ほどの話でその事業の性質によってやっぱり難しいものはあると、はい、なのであの全てにその強い根拠を求めるとか、うん、その根拠がないと予算がつかないとか、そういうふうになっていくのは確かに、うん、あの方向性としてはよろしくないですよね。はいはい、ですね。なのでそのアメリカの例でもその全分野の事業で RCD 取り入れられているわけではなくて、うん、やっぱり分野によってちょっとよく使われている分野と、うん、あんまり使われてない分野は実際あったりするんですよね。うん、どういう分野が向いてるとかあるですかね。そうですね、コストが大きいとかなんですかね、不透明度が高いとか、はい、その RCT のまあデメリットとしては、うん、その実証とか検証するのに時間がかかるっていう問題と、はいはい、まあ、あとあの設計できる人がいないとできないっていうところもあったりするんですよね、はいはい、うん、まあ、なのでそのですね、あの既存のデータからそのもです、ね、根拠を持ってくるっていうパターンもあるんですよね。ちょっと時間があれなんですが、あの1個だけじゃちょっとまた画面共有でご説明を、はいはい、ですね、なんか確かに実施できない性質のものもあるので、うん、そういう場合に、あ、すみません、PC ちょっと固まっちゃったかな。あら。Zoom は配信できてますかね。今見れてます。あの、エビデンスを得ることは可能、あ、不可能っていうスライドが出てます。あ、答えはノー。なるほど。ですね。で、このスライドから多分動かない状態ですよね。あら、まあ、はい。ちょっと、ただ音声は配信できてるようなので。はい、声は聞こえてます。はい。すいません、ちょっとあの、後で資料は、はい、貼っておこうと思うんですけれども。はい、アメリカの例で、うん、カリフォルニア州の、うん、その電力の状態を、うんうん、ですね、見ていくような、うん、事例があったんですけれども、うん、まあ、これも節電の、うん、節電に効果的な施策として、まあ、一つその仮説として電力料金を上げると節電をするだろうっていう、うん、まあ、これは確かにありそうですよね、はい、でそれを証明するために過去の統計データで、はい、その過去10年分の電力消費量の推移があったんですよね、はいはい、でカリフォルニア州のある地区だと、うん、その地域の北部と南部で電力会社が違っていて、うん、で、ある時期片方の電力会社だけ値上げをした時期があったんですね。ああ、なるほど、はい、で、それを使うことで値上げをした時期に確かに電力の消費量下がってますねっていうのが出せた事例がありましたね。そうか、過去にそういう施策をやっているようなところがあれば、はい、そのデータを使うこともできるよと、はい、そうですね、できる場合もあるよと、はい、なるほど。
ありがとうございます。他にも質問が来てまして、一旦これ画面共有停止しましょうか。はい、これがですね、停止が。多分こっちでできるんじゃないかな。あ、できますか。あ、ダメだ。こっちが共有しなければなくなっちゃってますね。なるほど。まあいいか。はい。これかな。まあいいや。はい。質問がですね、指標の有効性はどのように検証したらよいでしょうか。今回計画の中に進捗や効果を測れる指標としてアンケートの回答や検診受診率などを仮で置いたのですが、委員からなぜこの指標なのか、他にあるのではと言われ、まずはこの指標で試したいとして答えられませんでしたと。うんうん、いい質問ですね。なるほど、指標の妥当性ですか。はい、そういうことですね。なるほど。ですね、多分それ結構難しいところなんですよね。あの指標とか、あとよく目標管理型 の、はい、あの政策評価の場合に、はい、その指標と目標値とかよく出しますよね。そうですね。例えば検診受診率を上げるとかで 50% を目指しますとか、はいはい、でそうするとその数字の妥当性っていうと、うん、なかなか一概には言えないんですが、はいはい、まあ、一つ考え方としてはその例えばこれしか予算がないとか、うん、あのなんでしょうね、限られたリソースの中でどう配分するかっていう話になってくるので、うんうん、例えば予算を抑えたい場合だったら、もしこの数値にすることができればこれだけ予算を抑えられるとかですね、はいはいはい、なんでしょうね、このバックキャスティング的にというんでしょうか、うんうん、その大きな目的があるはずで、その施策を、はいはいはい、でそこからこうあの遡って考えた場合に、うん、じゃあその施策でどこまでできると全体的にもこれだけ効果があるとかですね、うん、考え方が一つできるかなというのが一つありますね、はい、そうですね、まあ、あとはですね、あの過去の推移から、うん、あのここまではおそらく可能なので、まあ、この数字にしましたとか、はいはいはい、あとはあの他の市の事例としてこのくらいの数値になっているのでその水準に届くようにとか、平均とかですね、その国での、うん、国や県での平均にまず水準に達するようにとか、そういう作り方もありますね。なるほど、うん、まあ、ただちょっとそれもどのような施策でどんな資本していたかによってまた考え方が違ってくるので一概にはちょっと難しいです、はい、そうですね、まあ、合意形成のテクニックみたいなところですよね。結局その、うん、その指標が正しいかどうかをデータで示すのは結構難しいシーンもいっぱいありそうだなと。そうですね、まあ、あとはあの客観的なデータであるかっていうのは一つ、まあ、見方としてはありますかね。なるほど。先ほども少しお話ししたその結構数字で取るの難しい場合にじゃあアンケートで取ろうっていうふうになること多いと思うんですけれども、はいはい、ちょっとアンケートはもう補助手段くらい考えておいた方がいいかもしれないですね、うんうん、あのどうしてもとても主観的で偏りやすいデータになってしまうので、はいはいはい、うん、それ以外の何か指標で取れないかっていうのは一度考えられるといいですかね。なるほど、うん、はい、ありがとうございます。なるべく客観的な数値を使うというところだと思います。わかりました、結構この配信は自治体の方も聞いておられます、はい、自治体の人に、まあ、今日の話を聞いて EBPM 進めたいなと思ったら何から始めたらいいですか。そうですね、あのまずいきなり全庁的に進めようって言っても何から始めようって確かになると思うので、うんうん、あのなんでしょうね、この実証実験とかなるべく細かい単位にして、はい、一部で導入をしてみるっていうところからだと思うんですね、うんうんうん、まあ、そしてまずデータの整備から始めるっていうのが結構大事かな。そうですね、はい、なんかおすすめの本とかってあったりするんでしょうか。学ぶですね、あの EBPM の手法自体の本っていうのはあんまり見つけてあげてないんですけれども、はいはい、これまであの報告書、今日もちょっとご紹介した事例とか載ってるものいくつかあるので、はいはい、そちらは参考資料として、はい、後ほどまとめておきます。 ありがとうございます。はい、
はい、もうあっという間にですね、1時間経ってしまったのですが、やっぱこのテーマはもう1時間では足りないぐらい、深いですね。そうですね。はい、なので、またちょっと、パート2とか、そういうこともできたらなというふうに思います。はい、というわけで、もうお時間になってしまいました。この模様はですね、後で、YouTube でも配信しますし、UD トークのログも後で公開したいと思います。はい、下山さん、非常に貴重なお話を、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、最後ちょっと固まってしまって、できなくなっちゃいしまいました。はい、実際今日話をしてみて何か感想なんかいただければなと思うんですが。そうですね、はい、実際にじゃあどうやって進めていこうかとか、実験、実証実験をデザインとしてどうやろうかっていうところは確かにもっと具体的なこうフレームワークとかあった方がいいなと感じたので、はい、ちょっとそういうものを一緒に作っていきたいとかいうところありましたら、ぜひやってみたいと思うんですよね。はい、そうですね、ぜひぜひ、はいはい、まあ、EBPM これから多分ますます必要性が叫ばれていくと思います。で、僕としてはその自治体、一つの自治体だけで揺れるのはその限界があるかなと思うので、ぜひさっき下山さんが言ってたような、コミュニティとして、うちではこういうことやったよとか、なんか共有できるようなそういう横でつながるようなそういう場を作っていけると、嬉しいなと思っています。まあ、我々のやっているデータアカデミーというのもある意味そういうことを目指してやっているので、もしご興味ある方は、Code for Japan の、方にお問い合わせていただきたいなというふうに思います。というわけで、今日のデータアカデミーは終了したいと思いますが、次回はですね、3月6日、シビックテックと地図というテーマで、古川さん、Code for Sapporo の古川さんに、いろいろと地図関連のお話をしていただきたいなと思います。コメントいただいているのが、さまざまなデータを地図化し共有することは多くの分野で重要なプロセスとなっています。ここ最近の地図化事例などをもとにデータと地図、シビックテックと地図についてお話しできればなと考えていますということですので、ぜひ皆様予定を空けといていただければと思います。というわけで以上で配信を終了したいと思います。改めて下山さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では失礼します。